皆さんこんにちは。今日の知っとくはヤドカリのお話です。ヤドカリは成長に伴って貝を変えていくことで知られています。貝はヤドカリの体を守る役割をしています。ヤドカリの腹部は非常に柔らかく、敵に襲われたらひとたまりもないため、腹部を貝の中に収めることで守っているのです。ヤドカリは脱皮をして大きくなり、今の貝が手狭になったら新しく大きな貝を探します。どうやって自分に合った貝を判断しているのかというと、ハサミを使うのです。ヤドカリのハサミは左右非対称になっており、どちらか片方のハサミが大きくなっています。新しい貝を見つけたヤドカリは貝の中に大きな方のハサミを突っ込んで開き、貝のサイズを測ります。そして手頃のサイズだと判断できたならば、それを新しい住居に決定するのです。自分のサイズに合ったお家を探すヤドカリは偉いですね。私ももう少し大きなお家に引っ越したいと思っています。